あとなんか最近よくあるのがこうやっぱりノート書くことってその高重量の時ってまあいいんですけど、はい、そんなにばらつきがないんですけど、はい、中重量ぐらいで、はい、なんか例えば15回足す5とかっていう時って、はいはい、この15回って結構あのなんすかね、前回の15回っていうのが残っちゃいすぎてそれが結構邪魔になる時もあるんですよ、はいはい、なのでもう前の記録見ずに一回リセットして本当に真っさらな状態で頭が、はい、もう本当に筋肉の感覚だけで一回限界まで やってみるんですよ一回、はいはい、で一回数え直すと、はい、あやっぱり15回だなみたいな、はい、あやっぱり本当に体の限界が15なんだなっていうのを再認識できる時もあるし、なんか何も数えずにやってるとあれ17回行った前の記録見るとあれ前15回じゃんって、あれ2回伸びたっていういい風にこう出る時もあるんで、あえてこうなんか前の記録見ずになんかやる時もあります、はい、はい。